はい、バターを入れます。焦げないうちにフレンチを入れます。フレンチを入れます。たっぷり炒めたら竹の子を入れます。で、竹の子を入れます。弱火で15分煮ます。蓋をきちっとしました。はい、15分煮ました。スイッチを切ります。これであと15分蒸らしていきます。今度は斜め切りにしていきます。オリーブオイルを小さじ1杯、そしてよく火を入れます。はい、出来上がりを切ります。感じです。